こんにちは、つちのこです。さあ、ガオガエンのねランキングステージもうねやってしまおうかなと思います。ちょっと週の後半まで録画ができないのでね、今日ね出しておきましょう。結構ねバンギラスランキングで食い込んでる人いるんですけど、やっぱりね手数が12で手数プラス5で増やせないので、ちょっとねバンギラスきついような気がするんだけどな。僕はラグラージで花火打っていくか、水五郎からのラグラージで、まあ、レベルは9で10ですね。まあ、ここら辺がちょっと限界かも、上げるのは。そしてサトシ月光ガは5マッチになったら積極的に揃えていくみたいな感じ。いきましょう、ガオガエン。さあ行きます。パズルポケモンマイナス1パワーアップお邪魔カード使って13,500コイン挑戦だ。いきましょう。ノーアイテムはね前回の動画でお邪魔はね見ています。さあまずはお邪魔はなくともバリアからスタート。なるほど。さあよく考えていきましょう。ここはまずバリアを外していかなきゃいけないので、そっちを優先しなきゃいけないですね。上のバリアを優先的に外すか。いきましょう。ビッグウェーブしてメガ進化が完了と。さて、地味にバリアが痛いなこれ。悩ましい。もうこうするしかないな。絆の力失敗して、いや左がどうしようもないね。これもコンボ続かないもんな。よろしくないの。続かないよねやっぱり。ここは絆の力して、いやーバリア外したかった。よし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 、ここは綺麗に決まりましたが、他がどうしてもなぁ、よろしくない。まいった。いけビッグウェーブ。もうコンボしない。いけ絆の力発動してからのからのが欲しいんだけど、ここもビッグウェーブは失敗。ちょっとみんなよくこれ高得点取れるなぁ。ラグラージ系はね、そのまま直で揃えるより落として揃わせて盤面にねラグラージだらけにするっていうのがセオリーなんだけど、それを守ってても全然だね。4マッチの形はないし、ビッグウェーブは失敗。頑張れ頑張れ。お、絆の力は失敗。いや、あっという間に終わっちゃったんだけど、嘘だろう。これこうして落として揃わせて爆発させる、こういうコンボが炸裂すると強いよね。はい、終わっちゃいました。54,28。いやーきついな。もうすでにね10万点近くいってる人たちがいるので、それに比べたら全然低いですね。もう一回やってしまおうか。いけ。もう一度もう一回挑戦です。ここはもう右側綺麗にしていくしかないですね。ここはバリアを外すのを優先的に、ビッグウェーブを揃えつつ、まあ悪くなかったんじゃないかな今のは。これはどっちにかけていこうか。アシレーヌ4マッチか絆の力か。アシレーヌ4マッチでしょうね、せっかく月レベル上げたから。いけ。さあ発動しねえ。発動しねえんだもんな。また悩ましいな。メガ進化させて一旦無駄にするしかない。ここは行くしかないでしょ。いけ絆の力。よし、もう一発しか出せなかったけど、積極的に狙っちゃいましたね。こっちはどうしようかな。コンボの見込みがないので絆の力を、あ、やめた方が良かったかな。やっぱコンボ見込めないんだよね。全然このコンボが見込めない感じは何なんだろうか。ここは4マッチ。よし、スーパーボイス。ここはこうして落として揃わせていく。うわー、もう揃わない形、悔しいな。
全然うまくいかないんだけど。はい、いやほんときついわこれ。よくみんな、よくみんなあんなに高得点出してるな。何が違う？ここはビッグウェーブしてもう最後のコンボが失敗したらもう最後の方こんな感じだったら絶対高得点出ないよ。おっときっつ、これもう降ってくるの願うしかないって感じだね。また一発でこれめっちゃコイン減ったわ。みんなマジどうやってんのこれ、どうやって高得点出してんだ本当。ひどちょっとスコアひどすぎるわ。ちょっとバンギラスでもやってみようか、せっかく持ってるからね。こうやってどんどんコインを減らしていく。よし、バンギラス水が固めでいきましょうか。ビッグウェーブもしくは4マッチスーパーボイス絆の力、これでいきましょう。いやーコインめっちゃ減ったわ。また僕が地道に地道に貯めていったコインあっさりと奪いやがって。さあいきましょう。まあ最初はこうで振り払って、そしてこれは水五郎をやりつつバンギラスを揃え、このバリア外しが間違ってる？バリア外さなきゃダメだよね。ちょっと手数使って、いやほんと処理に手数かかっちゃうな。ここは振り払っていきましょうね。あー参った、ほんとほんと参った。もう悪い手しか考えつかない。もう何をしてるんだって感じだね。いけスーパーボイス、よしようやく目が進化しました。半分かかってたよ。それでこれでしょひでちょっとひどすぎるよこれ。なんだよ絆の力。バンギラスを揃え、こうこうこうでラグラージは前傾。これでほぼお邪魔綺麗になりましたかね。えいスーパーボイス。これバンギラスでコンボさせなきゃお話にならないね、やっぱりね。もう降ってこさせるしかない。いけバンギラス降ってこい。もうひどいよ。もう何かねヒントになればいいんだけどな、みんなの。そう、僕はもう無理でしたね。高得点はもう無理だ。この最初のバリア外しがほんと難しいんだけど全然いい形がねほんと。はあいや、バンギラスが全然揃ってくんない。ようやく揃ったが、バンギラス消しのセンスがないとダメっすね。バンギラス消しのセンスがなきゃダメですわ。高得点出ないわ。ひどいもうあのまたなんかすごい低い、またすごい低い報酬になりそうこれ。ということで、僕はもう多分これで終わりかな。はい、54,28が最高でしたね。もう、トップ5の皆さんはほぼ10万点に近い感じになってるかな。最初のねバリア外しがものすごいうまくいけば、最初の方にねビッグウェーブだったりとか、まあ絆の力の大きいのからコンボだったりとかして、一気にね得点稼げると思うんですけど、あのねバリアにはまったらパズルポケモンマイナス1使っててもね全然綺麗に消えてくんなくてかなり厳しいです。
そしてアシレーヌのお邪魔はねまあいいんですけども、ラグラージのお邪魔がね、ラグラージ入れてても1回しか来ないんですけど、あのお邪魔でラグラージがコンボしないと相当厳しいですね。あそこで揃わない形になってるともうほぼ高得点はね望めないでしょう。なのでお邪魔カウント覚えてね、あこの次にラグラージのお邪魔来るからここにラグラージ配置しようみたいな考察が必要になってくると思われます。アシレーヌもそうだね。なのでまあ僕はねちょっと得点低いですけど、動画でねどのポイントでお邪魔してくるかとか、あとメガ進化するときにメガ進化ポケモンを先に揃えるとお邪魔カウントが1個ねずれるので、1個ずれたりするので、まあそのずれが美味しいのか美味しくないのか、まあそこら辺よく考えた、まあそこら辺ねよく考えて皆さんプレイしてみるといいと思います。ということで、僕はおそらくまたコインぶっ飛ばしちゃったラッキングステージになっちゃいましたね。これから数日ちょっとコイン稼ぎしかできなくなっちゃうので、またね土日月のどれかでねアップできればいいかなと思います。それじゃあよかったらまた次も見てください。ツチノコでした。